法律行為とは、抗議においては、法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる、個人の意思表示であると定義される。民法学上の概念としては、人が、司法上の権利の発生、変更、消滅を望む意思に基づいてする行為であり、 その意思表示の求める通りの法律効果を生じさせるものを言う。法律行為は一個または数個の意思表示を法律事実たる要素とし、それによって一定の法律効果を生じる行為である。法律行為の概念は19世紀のドイツの概念法学の手法の所産とされ、英米法はもちろんフランス法にも見られない概念とされる。近代市民社会の個人主義、 自由主義の下では、司法上の法律関係は、各人の自由な意思に基づく、法律行為によって規律させることが原則である。法律行為の3対応なお、物件行為と純物件行為を合わせて、処分行為という。法律行為類似の概念として、純法律行為がある。意思表示を要素としない、人の適法な行為を言う。適法行為という点では、 法律行為と同じであるが、意思表示を必要としない点で、法律行為と異なる。準法律行為とは、通常の意思表示とは異なるが法律行為に準ずる。ものとして、一定の法律効果を生じる行為を言う。法律的行為とも呼ばれる。法律行為とは異なるので、その通則である行為能力、錯誤、代理などに関する規定は原則として適用されない。 純法律行為については、法律行為に関する初期定が類推適用されうる。純法律行為には、表現行為と非表現行為とがあり、協議には前者のみを指す。非表現行為とは、宣戦線、習得、事務管理など、人の意識とは直接には関係を持たない行為を指す。ありがとうございます。